バイ。そろそろ食べ頃かな。美味しそうね。なんかみんな浮かない顔ね。そんなことないよねえみんな。そう？トウモロコシ好きじゃないとかそういうことない？ううん、食べたい食べたい。だけど、じゃあ半分に切ってくるからちょっと待ってて。京介も難しいよね。見つけようとして見つかるわけじゃないから。それが出てくるのをただ待っているような感じだからね。あれ嫌な感じしなかった？この前はびっくりの方が強かったけどさ、振り返ってその時のことを思い浮かべるとすごい嫌な感じがした。嫌な感じか。うん、それ私も感じたな。雲を見ちゃった時みたいな感じ。そうですね。うん。敵。副退転？どうにも相入れない敵同士って意味だけど。いないね。何だったの今の。正しいこと？変なやつけど嫌だね。どうかした？空？流れ星でも飛んでた？昼間じゃ流れ星なんて見えるはずないか。何どうかした？おばば違うだって何よみんなどうしたの？大丈夫？日射病？貧血？生理かな？あーダメねこれは。あっごめん、ちょっと通り連れて帰るから後片付けお願いできる？あ、はい。トウモロコシもごめんね。やった。おばさん、全然気づいてなかったよね。おばさんがなんか別のものになっちゃったみたいな感じした。おはよう。だから千尋さんに聞いてはいたんですけど、食べてきました。そうですね。けれどみんなで同行できるというのも楽しいものです。あの事件って？みたいだよ。お母さんがそう言ってた。やっぱりそういう筋の人だって。島竹くん？元気そうな人だもんね。風邪かな？冬だし、インフルエンザとか。起立。礼。図書委員行くよね。用事？わかった。すっぽかしたりしたら嫌だからね。私何もやってないけどな。はい。それはわざわざ。そのたけしは。今流行っているそうですが。